ゴリゴリの時間がやってまいりました。タクです。はい、どうも。ということで、今回もサクッと自宅でできるゴルフのトレーニング方法をご紹介したいと思います。はい、今回使うのもこちらですね。クラブ1本、何でも構いません。今回は本当に何でも構いません。棒でもいいです、クラブじゃなくてもいいです。はい、まあトレーニングといいますか、ストレッチ方法をしていこうかなというふうに思います。はい、で何をしていくかというと、肩と腰、まあ、上半身と下半身の動きっていうのをうまいこと使えるようになるストレッチ方法をご紹介していきます。はい、ではまずクラブをグリップ側とヘッド側左右持っていただいて、肩に当てていただきます。はい、そこからですね、腰を動かさずに肩だけをぐーっと回していきます。その時顔も動かないように正面向いたまま、肩だけです。腰は回さずに回していきます。そして正面戻してもらって、また反対ぐーっと回してもらいます。ぐーっとできる限り回るところまで回してもらって、正面戻します。はい、次同じように構えてもらって、次は肩を止めて腰だけを回していきます。ぐーっと、はい、腰を回してもらって、顔も正面ですよ、動かないように肩正面戻してもらって、反対も回していきます。ぐーっと回していく。はい、はい、 OK。 はい、これね、できる人できない人出てくるんですよね。できる人は問題なくやってもらったらいいと思うんですけど、できない人、どうしても結構初心者で多いんですけど、腰だけ回してくださいって言っても、いやいや肩回ってますよって言うたりとか、腰だけ回してくださいって言ったら、いや一緒に動いてますよってね、なるんですよね。で、この動きになってしまう人は、トップを上げた時から切り返しの時、どうしても一緒に動いてしまう人が、腰から動かさないといけないのにもかかわらず、一緒に肩は動いてしまって、あ、開いて、そのままバーン当たるんで、右にビャーン行くんですよね。だからスライサーに多い動きになってくるんですよ。だからしっかりと今の肩と腰の動きが別々に動けるようになってくるとですよ、上げてもらってから、こっから肩を止めて腰だけを軌道でグッと動かせるようになるんで、しっかりとためが作れるようになる。そうすることでインパクトにも強さが出てきますし、しっかりと安定したスイングにもなってきます。なんですごく大事なトレーニングですし、別々の動き、自分の体っていうのを別に動かす、ここだけを動かす、ここだけ動かすっていうのができるようになると、いろいろと可動域も広がりますし、スイングのキレっていうのも出てくるんで、このトレーニングやってもらうとかなりゴルフが上達できると思います。はい、特にスライスにお困りだったりとか、体がどうしても開いてしまう方であったりとかっていう人におすすめのトレーニング方法になるんで、ぜひね、すごく肩周りとか腰周りとか、ストレッチにもなるんで、やってもらえるといいかなというふうに思います。はい、ってことで、サクッと自宅でできるゴルフのトレーニング方法をご紹介しました。自宅でできるトレーニング方法とかっていうのをこれからも上げていきたいなというふうに思いますし、まあゴルフの勉強とかのね、動画っていうのは上げていってるんですけど、まあその他にもちょっとこういうの知りたいなとか、こういう動画上げてほしいっていうのがあれば、コメント欄にぜひコメントをいただけたらいいかなというふうに思います。もっとなんか何でもいいです。面白い動画をもっと上げてほしいとかでもいいと思うんで、僕全然そんな考えるんで、はい、ぜひともコメントをいただけたら嬉しいかなというふうに思います。また高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、ゴリゴリの時間でした。ありがとうございました。